ハレンさん、こんにちは。アカンですよ。で、皆さん、これ MVP 名使ってますでしょうか？もう、この子はですね、SSS を打つと、打球を転移する支援ギミック設置することができるんですけど、その先にね、リリカの入れ番ギミックを置いたら強いみたいな動画。まあ、1年前ぐらい出したかなと思うんですけど、それが果たして今も強いのかっていうのを試していきたいなと思います。2分で知りたいことを解説する、ちょこっと白手にっていうチャンネル作ったんで、よかったら見てね。はい、ってくれ、1戦目やっていきたいなと思います。相手レート2071で、ナンバー6って強っで、まあ、ミュウエミュウエ春ということで、まあ、春が来てしまうとめんどくさくはあるけど、まあ、ミュウエ相手にやったら結構有利に戦っていけるんちゃうかな。この子入れ番ギミックあるから、瞬間移動キャラにはめっぽう強いはず。うん、はずやからね。ちょ、これ相手エアモードしてきそうやから、一回ロブと。これで、もう一回ロブって、相手仕掛け相関がすごい漂ってるんよな。これでラケット落とし一回打っていこう。ラケット落とし打って、これで、よいしょ。これ決まったでしょ、さすがに。うわ、取られたそれは想定外。しかもそっからのエアモード。まあ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 、入れ番ギミック置くことができて SS も貯めれたから、まあそんなに悪くはないでしょう。ライトもうすぐ SS 打てると思うから、そこは警戒しておきたいよね。いいね、入れ番ギミック。ただそれで今決まってしまうと、鏡からの入れ番ギミックの強さが発揮できてないけど、まあまあもう一回出せばいいだけか。いやー、ちょっとやっぱ早いよな、ミュウエの SS。ちょ、もうちょい前でね、ハッときたかったんやけど、ちょっとそんな勇気はありませんでした。とりあえずバーン打って。これで、まあ、リリカでギミック置けばね、入れ番もするし、あとあれって障害物ギミックの作用もあるんで、相手がね、取ろうと思っても、届かへんっていうパターンをね、作ることができるんですよ。そこを狙っていきたいよね。ちょっとそれ、やめて。レフクスは取られへん、俺。よし、この子で SS 打って、もうダブルで入れ番ギミック出すわ。よし、これで、よいしょ。これで、パチコーンってやって、これで一回ラケット落とし挟もう。ラケット落とし挟んで、絶対1点取りたい。もう。くそ、まあまあ、でっかいの置けたから、でっかいの置けたから、これで、さすがに決めていきたい。これで、はい、取ってギリギリ。ナイス。で、これで、はい。で、こう右狙った方がいいね。右狙ったら左っ側に、これ出てくるはずやから。うい、相手ジャスト確定や。あ、いいね、強い。これですよ。前に張ってたとしても、入れ番さえあればね、こうやって、瞬間移動では取ることができないと。さあ、こっからどうするかですよね。この子で決めれるのでしょうか。頼む！オッケー、これ入れ番、決まれ。さすがに決まる。オッケー、危ない。まあ本当はね、左側にも作りたかったんやけど、まあ得点するためにはしょうがないですと。で、こっからもう一回、もう一点取りたいですよね。はい、これで、やばい、危ない。はい、入れ番。いけ、入れ番。くそ、一回もうレフコスで点決めに行くわ。とりあえずね、デュースになることだいぶ大事やから、これ。オッケー、これでもう一回リリカで行って、入れ番ギミックを2個今度こそ作っていくと、はい、SS 来る。じゃない、SS じゃなかった。なんや、そのフェイント。絶対 SS 来んな。なあ、もう後ろから撃つやめて、ガチ取られへん、それ。チートエ級やろ、その強さ、マジで。どうしようかな、これ。あ、いいんちゃう、これ。くそ。頼む。俺はこの子で勝ちたいんだ。あ、瞬間移動すんなよ。マジで、これ、ロブを撃ちたいのに瞬間移動になる、マジあるあるよな。ちょっとこれ、悔しいな。ちょ、もう一回。はい、というより2戦目やっていきたいなと思います。相手レート2527で、まあ、春と緑の王とミュウエということで、まあ、普通にこの編成は結構多いですよね。とりあえず、まあ、この子で行くと。打球効果向こうないよね、ミュウエ。なので、ラケット落としていい感じに、1点取っていきたいけど、やられた。いや、マジ、エアモード警戒せなあかんよな。だってこれ10秒に1回打ってるんってやばいよな、普通にな。あと自動変形とかもあるから、そこも気をつけながら戦っていきたいところではあるけど、まあ普通の打球の時にはね、多分使ってこうへんと思うので、スペシャルの時に特に警戒するべきですね、これ。これは、返されたけど。うわ、やられた！ちょ、やどうだ、やどうだ。いやー、これスペシャルで入れ番ギミック置かれへんかったちょいだるめではあるけど、いや、まだ全然巻き返せるよ。大丈夫やと信じてる。だいたいもうすぐ SS 打てると思うから、ちょっと。警戒せなあかんね。もう打てるでしょ、相手。よし、取った。オッケーオッケーオッケー。で、これで、一回打ちまして、オッケー、決まったから、もうリリカに交代していこうかな。え、ラケット落としでももう使っちゃったんか。なので、入れ番ギミックで頑張って決めなあかんのと、相手多分自動変形あるから、そこを気ぃつけなあかんね。オッケー、とりあえず横に置きまして、オッケー、取った。で、あそこの、これをうまいこと使いたい。このミュウエのギミック。やばい、うまいこと使われへん。いけ、あ、通った。いいね。ちょい惑わすことができるって。素晴らしいね、これ。いい、あ、いいじゃん。いや、これちょっと強いよね。ただ、なんかガルガみたいな、チャージショット系のキャラクターやった場合はね、この鏡通らへん仕組みになってるんで、そこがちょっと難点なんですよね。なので前ね、パルメが、ま、ギリギリ一番速い球なんちゃうかな。そういうチャージとか聖変キャラクターの中で。なので、やるんならパルメかなと思います。よいしょ。
はい。まあ普通にね、これはちょっとリリカのイレバンギミックとか関係なく決まりましたけど、こっからでっかいイレバンギミック置いて、で、一回ロブって、で、スペシャルでもう反対に打っていく。いや、ちょっと置かれたら。じゃあ、今度は右にこれを置いて、うわ、やべ、止められた。あ、でもちゃんと OK だよ。OK、OK、OK。ええやん。これで、はい、もうこれは勝ったでしょ。勝ちムーブ来ました、これ。はい。これでちょっと地縛りもかけておこうかな。で、相手瞬間移動できません。うん。で、これで、たくそ悔しい。あ、どうしようかな。これ、リリカで行った場合さ、あ、困ったら、これだって次特典してしまったら、リリカミューの意味がない気がするけど、え、なんか、で、なんか動かなかったんですけど、すごい動き出しが遅かった。え、どうしようかな。もう一回この子で行って大丈夫そう。一回、ラケット落とし。ちょ、やば。相手めっちゃ前来てんねんけど。一回ラケット、やば。ジャスト確定、えぐ。で、いやー、それはちょっとなー、俺も絶対その選択するわ。いや、強ー、それ。いや、ちょ、一回見える得点しに行こう。この子、レフコス持ってるから。よし、これで、ドカンして、はい、とりあえず行ってんね。やっぱ、定番デイゼーズは強いですよね。この瞬間移動キャラクターに対しては、特に。よいしょ、これで爆速で食べて。早っ。自動返球、えぐ。いやー、これ何の役にも立てへんな、このリリカの陣。それ、陣というか、ギミック。いや、やってもうたー。じゃ、さっきから負けすぎじゃね。ちょ、悔しすぎるんやけど。はい、ということで3戦目やっていきたいなと思います。最低レート2300で、まあ、根本ミュータ春ということで、もう春しか見えひんな、ハードコートを。まあ、とりあえず、この子を使う、あ、ちゃうで、こっちを使っていくって感じですね。よいしょ。まあ、さっきの試合は、ちょっとね、リリカに交代することを意識しすぎたというか、この編成を生かそうとしすぎたがあまり負けたような気が、ちょっと勝手にしているんで、まあ、言い訳かもしれないですけどね。ちょ、これで、頑張って、勝ちにこだわっていきたいなと思います。くそ。これ、スマッシュイレバンが決まらんだと？SS 同感してみようか。でもこれをしてしまうとな、ミュエで SSS 打つのがちょっと遠くなっちゃうから、あんまり良くないと思うよな、この子で SS 打っちゃうのは。いや、ほんで、これ取られへん、マジで。1試合目の相手と同じようなことしてくるやんけい。あ、なんか今ちょっと止まった気がしたけど、大丈夫やったね。ゲーム落ちるんかと思った。よいしょ、これで一回ロブ打ちまして、いや、相手ボレー来るから、ロブをもう一回打ちたかったのに、スピンになってたけど、ギリ耐えた。え、返してる？オッケーオッケーオッケー。よし、これで前来てるからロブ打って、はい、スピンして、で、これやばいから、まあ、ギリ取って、で、スマッシュ来るからもうロブ打って、SSS、はい、耐えたー。あ、地縛りかけてからやればよかった。まあ、いいや。これでドゥーン。強一瞬で天気バリア、いきなり。よし、これでリリカに交代して、またスペシャルがありますんで、これで作っていきたい。よし、何今の？めっちゃ速い球飛んできてんけど、あれ何？ SS？ よいしょ、じゃ、イレマンギミかまず作らして。オッケーオッケー。で、これで真ん中さえ狙っとけば、相手は結構嫌なはず。はい。いいんちゃう？はい。いや、まあ忘れてる可能性あるよね。MVP ミュウエ、長らく環境でおらんかったし、今使ってる人もあんまおらへんからね。よし、これで入れ歯狙っていくよ。ドゥン。いいんちゃう？これ。SS は温存しときたい、リリカのために。まあ打ってもいいねんけどね、もちろん。これ点次第はしないで結構強いよね。逆にね。よいしょ。いや、入れへんな、全然。これは入る。くそ。いや、マジか？返せてないか。まあ、これはしょうがないですね。いや、なんかこれ、あれやな、2戦目と同じような感じで、リリカで打つことを意識しすぎてる気がすんな。絶対ミュウエの定番の SS も打っていった方がいいねんけど、まあ、ここで決まったのは結構でかい。で、まあ、ミュウエで行って、まあ、普通に鏡入れ番得点してから、この子の SS で決めるっていう感じで行こうかなと思ったら失敗した。え、どうしようこれ。このまま行くべき？それともこの子で交代してパッてもう決めちゃう？ちょ、頑張ろうか。これで一回ロブ打って、で、ラケット落としをつこて、で、これで入れ歯ギミックを作って絶対点決める。決まれ！オッケー。まあこれラケット落としは偉大ですからね。よし、このでっかい入れ歯ギミックを置いてる状態で結構強いぞ。まあこのリリカじゃなくてもね、リーダーサーブタイプにしとったらハイジャンプだよ、リリカおるやん。あの子でもニコ人、2個このギミック出すことができる。あの子でもいいねんけど、SS 回転率の観点から言うと、俺が今回使ってるリリカの方が一応、良かったりはします。はい、これでドカーンって1回して、はい、勝ち。ちょっと鏡で得点したかったけど、まあ、結構この編成自体はね、悪くないと思うので、よかったらこの編成試してみてください。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。